とうございます。でひろくんって言います。これなんか一人だけあるでかい見ればすぐ分かる。あ、ありがとうございます。明らかに違うけど。ありがとうございます。現場作業にちょっと密着っていうことで。お弁当とかあります？食べない。今日現場ついててもいいですか？え、取ってくださいよちゃんと。これは今積み込みっていう作業ですか？そうですね。今日の作業が、はい、住宅の掛けとバラシなんで、はい、朝一住宅の掛けなんですよ。はい、その分の作業です。に取りに行けって言われたんですか？あ、そうですね、それもあります。翔くんがすごい、武宏くんが早いっていう作業がすごいっていう。あ、意識してる。足場の経験的にはどれぐらいなんですか？来年の4月で、はいはい、9年。9年、はい、めちゃめちゃベテランっすね。あ、ちゃんと安全帯持ってきました。持ってきました忘れずに。カメラマンだからといって僕は気を抜かないんで。そう、持ってきてもらわないので。そこはやっぱりちゃんと徹底してるんです。徹底してます。お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。現場到着しました。そうですね。まあ、ちょっと作業しちゃったんですけどね。自分のやり方としては一旦下地を組んで、はい、あらかた決めれる状況を作ったら競り上げていくっていうスタイルなんで。よいしょ。僕は後で変えるで。よいしょ。はい。ダブル。はいよ。一人上来て。もらった。いいよ。シート。休憩休憩、はい、休憩、はい、という感じで休憩入ります。お疲れ様です。これで進捗何割ぐらいですか？かなり進んできてると思います。もう半分は、半分はもう超えてます。一番大変な面って言いますか、あがもう終わったんで、あと全部まっすぐなんですよ、うんうん、で、こっちもまあやった具合ですけど、あれを抜くかカポートを抜くか、そのまま上で行けるなら上で行っちゃって、垂れないように補強を取ってっていう感じでやってきますね、はい、若い子募集してますぜひ塗り替え道場にガッツのある、そうですね、はい、ガッツのある子がガッツがなくても、あの面白い子でもいいです。面白い子、はい、真面目に取り込んでくれる子ならこの後またバラシがあるんですもんね、別の現場で。そうです、自社ですね。で、多分早く終わっちゃうんで、はい、そのままカンタ君のところへ合流。さらに、はい、応援も行くってことですか？
多分いけちゃうと思います。今日も長かったバルコニー絡んどるんで、はい、1,2,3 人が乗る作業所が 1,2,3 段かかってて、はい、ちょっと遠いと思うんですけど、はい、結局板がある分、はい、安心できるというか、うん、その板がある分、はい、材料もあの一斗缶だったり、うん、屋根の塗装に使う材料とかも、はい、持ち運びできるで、柱だけだと手すりだけだと、はい、遠いとちょっとやっぱ怖いんで、うん、近めに組んでる。もうそれはかけるときに考えてって感じですか？もう多分積み込んどる段階で頭に入ってるんですよ、ね、積み込みの段階でですね、うん、こっちはこうするっていうのがあって足場の材料を持ってくるんで。ああ、そうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。無事足場立て終わりました。そうですね、一日密着させていただいて、はい、僕はまあ全然知らないことだらけだったんで、もう新鮮なことばっかりで、はいはい、3時間かかったかかかってないかぐらいですよね、休憩抜いて。まあそうですね、すごい。チャンネル登録と高評価もう待ってます。もう終わるですねまた見てね。はい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 、お疲れ様です。お疲れ様です。足場の解説動画っていうのをやってみたいと思います。はい、はい、お願いします。ざっくり説明すると、はい、すごい屋根、この現場はあの屋根塗装があるので、はい、このようにあの軒先アンチという敷いておりまして、軒先アンチ、はい、証拠上がってきて、はい、一面丸と軒先アンチにしてます、うん、最終のこの一列を塗れるように、うん、一応軒先アンチっていうのもありまして、はい、で、まあ、乗り込みしやすいように、うん、屋根の塗装っていうことなんで、はい、屋根用で転落も2本入れてあります、うん、人が足をかけれるところと、はい、目隠しのシートですね、うん、はい、を貼るための一番上、はい、で2本にしてあります、うん、ぐるーっと3面このようにしてあって、最後抜き先にっていう感じで組んであります。足場の高さの設定としては、はい、この起点から1800下がりのところに作業所が来るようにしてあって、はい、一応こっちの抜き先面はバルコニーがあって、うん、上からも塗れるし、下からも塗れるようにしてあります。あ、なるほど。こういう接触する部分は、防具管っていうものを前であります、はい、足場自体は吊ってあるんですよ、うん、吊ってあって、はい、で、ちょっとここ作業所がなんか2段かかってる状態になってるんですけど、この位置から1段だけアンチをかけちゃうと、はい、下届かないんですよね。ここの1個下の位置から吊ってあるところから作業所をこんな感じで座って、うんうん、養生もできるし塗りもできる。この上に乗って職人さん作業すると怖いと思う、はい、そのようにちょっと自分の場合はそういうように工夫して組んでおきます。なるほど。開口部は全部、はい、この防護管っていってお客さんが通行できるように、うん、はい、あの当たっても痛くないように、うんうん、これを全て巻いてます。なるほど。わざと段を変えてテラス下のやつを触れるようにそこしてあります。いろいろ考えられてるんですね。まあ多分人それぞれだと思うんですけど、あ、まあ、こうやっていつも組んでます。違う人がかけたらまた変わってくるんですか、ね、人によってやっぱ多分組み方は違うと思うんで、はい、みんな一緒ではないと思うんで、うん、いい感じですかね。ありがとうございます。以上です。足場の解説は。